国道370号起点和歌山県海南市、千尾東交差点国道370号は、和歌山県海南市から奈良県奈良市に至る一般国道である。和歌山県橋本市、南馬場起点の海南市から、和歌山県北部の伊都地域を東へ進み、橋本市から奈良県五条市までの区間で、国道24号と重複し、宇だ市を経て、 同市萩原交差点より先は国道369号と重複路線となり終点の奈良市へ至る路線である。おおむね片側一車線で整備されているが、高野町、久戸山町と吉野国吉野町の一部に両側一車線の協力感がある。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。メロディーロードと 高野西街道標識和歌山県海藻群君野町、赤城高野西街道君野町などでは、東道の内海南市の JR 高架橋下から高野町までの区間を高野西街道と名付けて道路整備や観光振興を図っている。これは東道が高野山への三経路の一つであることにちなむ。なお、名称が類似する歴史的な街道、西高野街道との関連はない。 メロディーロード、君の町、赤城地区の下り線の舗装に約300メートルにわたって溝が設けてあり、タイヤの設置音で音楽が聞こえるものである。曲目は道庁内の小中学生向けに行われたアンケート結果を踏まえて見上げてご覧夜の星をが選定されている。なお、同様の施設は北海道標津郡標津町にあるが、本州では初の設置である。 高野山道路糸久黒山町糸郡高野町高野山の区間は1960年から1987年までは高野山道路と呼ばれ1987年に無料開放した後に高野町花坂までを国道370号に高野町花坂高野町中野山までが国道480号に指定された吉野町東部の区間は ク地区の久保垣内交差点まで迂回しており、一部は未整備区間も残る。また、宇田市大宇田地区では、旧街道の面影を残す区間になっている。国道169号との重複区間奈良県、吉野郡大淀町、新納トンネル道の駅奈良県宇田市大宇田五神。交差する場所の括弧書きは地名。それ以外は、交差点名、インターチェンジ名で表示。ありがとうございます。